はい、というわけで AK パンチね、釣り場に持ってきていましたよ。針はね、これちょっと袋ボロボロだけど、スーペリオフックの CO フックの 1.5 っていうねサイズね、これがちょうどいいんじゃないかなと思ってちょっとリグってみますね。はーい、リグってみたけどね、こんな感じで結構ちょうどいいところに来るかなーね。シオックの 1.5 っていうサイズね。ここの抵抗というか口の中からの抜けとか考えると、ワイドギャップでギリギリ後ろまでセットバックしたフックポイントの方がいいんじゃないかなということでね、ちょうどいい感じね。これ持ってきてみたけどどうでしょうか。 AK パンチ、いやベイトフィッシュね、食う状況の時とかちょっと違うかもしれないんだけど、ミニバスとかがいればそのそばにぶち込んでみたいなって思ってきたんですけど、ちょっと使ってみた感じはこう本当回収の時にガーって巻くともうブーってね動くから、それが食わせのアクションだと思うのでね、そのメリハリを効かせながらこうプルプルスープルプルスーカーンってね入んないかなと思って試してみております。でもよーく見てると、あのなんかベイトフィッシュがさーって行ったり来たりしてて、それをタイミングで反応したりしてるんだろうから、ちょっとこういう AK パンチとかではないのかなーっていう印象があるんですけど、でホームページとか動画を見て勉強してきましたよ。この AK パンチにAK パンチにネイルリグね、ネイル進化を入れるこれ、ポケットに入れてきたんですけど、ここら辺に入れてたよな。これは痛そうこれは痛そうはい、ネイル入れてみました。 AK パンチのネイルリグズニュニュッと入れて、ちょっとフォールスピードとアクションのレスポンスをアップさ、ネイル入れたらもうやってみると、こうこのちょっとした巻き上げでドゥルルルッドゥルルルルドゥルルルルって感じで、たまたまの方が動いてる感じが手元に伝わってきますね。これをスーッと入れてドゥルルルって、いないかな、これ絶対いると思うんだけどな。夕方かな、まだねお昼ぐらいの時間帯なんで、食い気のあるのが今だーって捕食モードに入ってくれる時間とかなかな。いると思うんだけど、でもこのトゥルルトゥルルって上げた時にブルブルーンってなるのは本当メタルバイブ投げてるのと似てますね。ブルブルの具合もメタルバイブって感じの、プルルルプル、あれバスだな。見えバスいたけど多分こういう感じじゃなくて脳進化とかかな。
なんだろう、今日ヘラがいっぱいいて、よく見るとヘラに混じってバスもいるような雰囲気。あれバスいたな。スーッてビビって降りてっちゃってる。この辺置いといたらないかな。あ、見に行った。 AK パンチ見に行った。ずるっと上のを注目してるな。これ山見水でハーフ沈めとかじゃないと食わないな。岸際向いてるやつとかは落っこちてくる虫とかも意識はしてるんだろうから。全くなしではないと思うんだけど。でもよかった、ミニバスがいるってことは夕方にボイルあるかもしれないね。よいしょー。おー、はーい、AKパンチ来ましたよ。三重バスがいて、その進行方向にプリ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 ってね、沈め込みながらやったらスポーンと入りました。これね、お尻に重りを入れたネイルリグ。いやースイーブル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 ポーンってきたね。じゃあね、逃がしてあげます。 AK パンチ。いやー、よいしょ、ね、セクシャルなルアーで来ましたよ。ありがたいね。よいしょ、 Thank you。加え込んじゃいましたね。なんだろうな。ボディが結構寸詰まりだから、これは使用服の 1.5 っていうね、そういうサイズの針なんですけど、それでちょうど
ちょうどいいところにフックポイントが来る感じですね。で今ね表裏ひっくり返したんで、ねこれネイルリグね、これまた下側の方に刺し直しとこうかな。これ刺し水したらちゃんと刺し直してねみたいに書いてあったから、刺してをチェックして OK。 AK パンチ。ネイルを入れるとこうスーッてバックスライドするから、岩盤に入れて糸たるめてこう岩盤に当てながら落としていく感じで入れたら食いましたね。こうフリーでバックスライドさせてちょっと張ってまたバックスライドさせて、面白い動きのルアーだよな。こう巻くとも竿先にブル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 ってのが伝わるぐらいね、すげえ微振動しながら巻き上げられてきます。ワーム単体でこの抵抗感ってのすげえな。あのフィッシングショーとかで見た時はゲマジかよって思いましたけど、これはこの感じを出すためのね、必然としてのこの形だったんだな。すげえな。で後ろに重心があるからミディアムぐらいの竿ですけど、すげえ抵抗があって使いやすい。あでもこれもうフリーリグとか重りを入れた、なんだろう、仕掛けの、おお食った、あれ食ったか、今なんだ、重りを入れたなんだ仕掛けの場合はもうミディアムヘビーぐらいの竿の方がいいかもしれない。今食ったのかな、なんか糸がちょっとアラの方向に走ってたんですけど、やべえやっちゃったか。面白い、このね、お尻がこう切りもみしてこれ面白いルアーだよな。すごい抵抗感がね、操作しやすい。
これ食うだろう。お、いた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 、くわえた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 、よーし、よーし、くった、食いました、よしよしよし、いやー、ゆうまずめ効果、よいしょ、あー、ゆうまずめにもう一本セクシャルなルアーに来ましたよ。いやいい感じで走ってくれました。ポツブだけどね、新しいルアーで釣れると嬉しいね。はい、いやいやいや、プル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 して、こんな感じ。はい、じゃあ逃がしてあげます。イエイ。